次に柿沢水戸君。柿沢君。みんなの党の柿沢水戸でございます。今回の児童手当法改正案は、要するに、マニフェスト撤回の民事公の協議の一環として、子ども手当を白紙にして、かつての児童手当を復活させるもの、こういうふうに考えられております。児童手当法の改正として行われ、所得制限もついたし、名称も児童手当に戻った、自民党公明党の完全勝利だ、こういうふうに見ることもできるし、いやいや、所得制限はするけれども、5000円は支給するんだと、当面。支給額も前進している。子ども手当の理念は死んでいない。こういうふうに、教鞭をすることもできる。要するに、玉虫色の、合意なのではないかと言えると思います。報道によれば、この法案の政府案で、子どものための手当というふうになっていたのが、こんな名前はまかりならんということになり、じゃあ、児童生育手当、それもダメ。じゃあ、児童のための手当では、それは、自民党はいいが、公明党はダメだったと、こんなことも書かれていますが、で、結局、児童手当になったという、外から見ている私たちにとっては、実にどうでもいい駆け引きが、水面下に繰り上げられてきたようであります。これも、民主党と自民党、公明党が、使用末節の違いがあれども、今や、基本的な政策の方向性は、全く変わらない。大連立が取り沙汰される今の政治状況を象徴しているようなものだというふうに思います。で、私たちは良くも悪くも考え方が違います。平成24年度の予算の組み替え案でも提示をいたしましたが、子ども手当分の財源は全額地方に下ろして、地方自治体が自ら考える必要な子育てサービスのために、自由に使ってもらう。保育所の整備のような現物支給をもっと充実させたい。こういう自治体もいるでしょうし、むしろ現金支給やバウチャーのような形にして、利用者に保育サービスを選んでもらう形を目指す。こういう自治体もいるかもしれない。住民のためのサービスは、住民に近い自治体が自ら決めて自らの財源で実行する。民主党もかつては、一丁目一番地と言っていた地域主権の考え方であります。で、その考え方に基づいてみると、今回の児童手当でも、中央政府が、巨額な財源を使って全国一律に現金をばらまく、極めて中央集権的な手法に思えてなりません。まずそもそも平成24年度政府予算案では、当初子ども手当の支給に関わる国の財源というのは 1.3 兆円ということになっていましたが、今回の修正で子ども手当改め児童手当の支給に関わる予算総額というのは、要するにいくらになるのかお尋ねをしたいと思います。高い雇用均等児童家庭局長。お答え申し上げます。今回の修正案によります、不足の特例給付も含めた給付総額は、政府予算案と同様の金額になると考えております。ご指摘のように、平成24年度予算ベースでは国庫負担で1兆3283億円でございます。柿沢君。1.3 兆円という、それだけのお金を、地方自治体に対して、児童手当として法律に決められた通りに配れと言って、下ろすわけであります。これについては、私は今でも思い出すんですけれども、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律案、畑山内閣が提案した初年度の子ども手当の支給の根拠法案、これを審議していたときに、三重県松阪市の山中市長が参考人質疑で言った言葉なんですね。平成23年度からの2万6000円の公約通りの支給を全額国費で行うとすると、国から松阪市に降りてくる金が76億円になる。松阪市人口17万人の市税収入は 77.7 億円で、子ども手当の国費を使えば市民税無税で市政ができてしまう。もちろん2万6000円は実現しなかったわけですけれども、しかし、松阪市の子育て支援に何が必要かは松阪市が一番よくわかっている。子ども手当の分の予算をそのまま地方に下ろしてほしい。こういうことを参考人として発言をされました。この松阪市長の発言というのは、私は大変もっともなことだというふうに思うんですけれども、
厚生労働大臣、小宮山大臣はどういうふうにお感じになられますでしょうか。小宮山大臣。松坂市長をはじめ、そういうお考えをお持ちの首長さんがいらっしゃるということは、私も直接お話も聞いているので分かります。ただ今回子ども手当のことについて、知事会あるいは市長会町村会の、全国の団体の皆様方とお話をすると、それはやはり手当は全国一律にしてくれと、隣の町と違うのは勘弁してくれというご意見が大変強いので、松坂市長のお考えはお考えとしてあるかと思いますけれども、やはり持ちたい数の子どもが持てないという原因は相変わらずその、やはり経済的負担というのが一番多い中でですね、この国として、こうしたものをきちんとしていくという、手当をしていくということは必要なことだと考えています。柿沢君。ちょっと質問順変えますが、私は、現政権が子ども手当の現金給付に、傾斜をするあまり、現物給付の子育て支援サービスの拡充が、予算面で、いわば、クラウディングアウトといいますか、後回しにされてきたのではないかという、そういう疑いを非常に強く持っています。平成22年の子ども手当法案と、同時並行で発表された子ども子育てビジョンというのがあります。ここに、保育所の定員増や、病児保育、家庭的保育等々の数値目標が示されて、これ年ベースで 0.7 兆円、平成21年から26年度で、10兆円の予算が必要だというふうに書かれています。つまり、現政権が掲げる数値目標を達成するためには、平成26年度までに10兆円の予算を確保しなければいけない。こういうことになっているわけです。で、この子ども手当、改め児童手当の支給に、1.3 兆円の国費を費やしながら、この子ども子育てビジョンの数値目標を達成できるのか、そこに、掲げたですね、具体的な数値目標を、少し取り出してお尋ねをしたいと思うんですけれども、病児保育については200万人、そして、認定こども園は2000箇所、家庭で保育は 1.9 万人、こういう数値目標がそこには掲げられております。で、去年の子ども手当の、1年間つなぐ法案に関連して、この進捗状況を、お尋ねをさせていただきましたが、平成22年度でそれぞれ39万人、200万人に対して39万人、2000箇所に対して認定こども園762箇所、そして家庭的保育は 1.9 万人に対して 0.4 万人、こういう進捗状況をご答弁をいただいております。その後の進捗状況、どういうことになっているか、お伺いをいたしたいというふうに思います。高井雇用均等児童家庭局長。お答え申し上げます。まず、病児・病後児保育でございますけれども、ご指摘の平成22年度、延べ39万人でありましたけれども、平成23年度で延べ 44.4 万人、それから認定こども園でございますけれども、22年4月で532箇所が、23年4月1日現在で762箇所、それから家庭的保育につきましては、22年度延べ 0.4 万人が、23年度で0.5 万人と行っておりまして、この子ども育てビジョンに沿って着実に進めたいと考えておるところでございます。柿沢君。200万人の目標に対して 44.4 万人、そして 1.9 万人の家庭的保育で言えば、0.4 万人だったのが 0.5 万人、平成、26年の数値目標をこのペースで本当に達成できるのかなと、こういうふうに思わざるを得ない状況ではないかと思います。そしてそもそもこうした現物給付の子育て支援策というのは、その大半が自治主体は自治体ということになりますよね。しかしこの子育てビジョンの数値目標というのは国が決めたものであります。平成22年度の子ども手当法案の質疑で、
確か確かめさせていただいたと思いますけれども、この数値目標を決めるにあたって、まあ別段具体的に地方の声やあるいは、具体的なプランというものを勘案してこの数字を決めたわけではない、まあ、こういうことだったというふうにも思います。まあ、だとすればこの国が決めた子ども子育てビジョンは数値目標の達成は、まあ、国が責任を負うべきものだというふうに思いますけれども、そうすると、そのための予算措置、等々が、まあ、必要になってくると思いますけれども、国として、まあ、自治体が主体でありながらもこの数値目標を自ら設定した立場としてこれを達成していくためにどういう形で予算の確保をしていく、こういうことになるんですか、お尋ねをしたいと思います。これ政務じゃないの、いいですか。高井局長。予算の関係でございますけれども、平成23年度の予次補正でございますとか今年度の24年度予算におきましても、ご指摘の例えば病児病後児につきましては、23年度から進めております看護師等が自宅を訪問して一時的に保育する訪問型事業を引き続き実施するでありますとか、認定子どもにつきましても一定の要件を満たす保育所型幼稚園型も今年度23年度から新たに整備事業の補助対象にするでありますとか、家庭的保育も複数の家庭的保育者が同一の場所で実施する場合も補助対象にするというような対応を行うことによりまして、これを進めていきたいと考えているところでございます。柿沢君。まあ、様子を見ていきたいと言われましてもですね、まあ、平成24年度が、まあ、間近に迫っていて24、25、26、まあ、3年度しかもう、まあ、ない、まあ、こういう状況なわけですよね。で、今申し上げた通り実施主体は地方自治体であると、こういう状況の中で国としてこの数値目標を掲げてこれでやっていくんだ、まあ、子ども手当と同時並行で車の両輪の片輪の方なわけですから、これやはり言ったことはやらなきゃいけない、こういうことだというふうに思うんですけれども、大臣はこの点について、まあ、ほぼ保育子育てサービスの自治体を所轄をする、まあ、そうした立場としてどういうふうにお考えになられているでしょうか。小宮山大臣。もちろん現物のこうした保育所の整備などが必要だということの中からこの子ども子育てビジョンを5年計画で作っていますので、今予算についても保育所運営費を増やしたり放課後児童クラブの運営費を増やす、また延長保育も増やすなどしてですね、その5年で目標を達せられるように今努めているところでございます。で、先ほどからご指摘のその地方自治体がいろいろ主体的にということは、今度新たに間もなく法案提出いたします、子ども子育て新システムの中では市町村を実施主体にして、そのニーズ調査をし必要なサービスを充実をさせていくというふうに、そちらの地方の意見をさらに多く取り入れられるように考えておりますので、そこへつなぐためにこの5年計画の子ども子育てビジョンを達成できるように今最大限努力をしつつ、また新たな地方を主体にした考え方のところに、引き継いでいくような形で今進めているところでございます。柿沢君。だからこそ私たちは児童手当、まあ、子ども手当、改め児童手当といいましょうか、この1.3 兆円の国費も含めて地方自治体が自ら考える子育て支援サービスに充当できるように、このお金も含めて地方に自由な財源として下ろしていく、こういうことが必要だというふうに思うんです。そうでなければ、やはり、まあ、チルドレンファーストと言いながら、その子どもたちのために、まあ、最も必要な、まあ、現物支給のサービスが、まあ、ある意味では、計画通りにも進まない、充実をしていかない、こういうことになっていってしまうんじゃないかというふうに懸念をしているわけなんです。ちなみに、この子ども子育て新システムの法案というのは、要するにいつ頃出されることになるんですか、お尋ね申し上げます。あれ、内閣府稲川少子化青少年対策審議官。新システムにつきましては、本年3月2日に、少子化社会対策会議において、
子ども子育て新システムの基本制度に、において、3つの法案をという形で提出をするということが決定されております。提出する時期につきましては、税制抜本改革とともに、この国会に法案を提出するということになっておりますので、現在提出に向けて、作業を、急いでいるところでございます。柿沢君。先ほど大臣からお手が上がりましたが、はい、小宮山大臣。今言われた通りなんですけれども、税制抜本改革の法案は今年度中に出す予定にしておりますので、その時に合わせて出したいと思っています。柿沢君。でこの法案が一体通るのか、こういう問題が先ほど田村修正案提出者のご答弁からも、非常に問題になってくるんだろうなと、まあ、こういうふうにも思います。そういう意味で、まあ、この先の見通しがどうも立たない、まあ、こういう状況に全体としてなってしまっているんではないかと思うんです。で、ある意味では、まあ、ここまである種後退をしてですね、そして、まあ、3党の合意に基づく、まあ、いわば向かっている、考えている方向性はそれぞれ、バラバラだけれども、とりあえずこの年度末をなんとか、まあ、乗り切って新年度を迎えるために、まあ、この法案は通そうと、まあ、こういう状況になっているわけですから、私はやっぱり一から考え直す、こういう必要のある、このような時期に立ち至っているんではないかというふうに思います。その点で言うと、私はやっぱりこの2年間の子ども手当の支給というものがどういう政策効果を狙って、そしてどういう結果を現実に、もたらしてきたのか、この効果測定がやっぱり欠かせないというふうに思うんですよね。これもやはり2年前の最初の支給の根拠法の時に鳩山総理が厚生労働委員会に来られてお尋ねをさせていただきましたけれども、まあ私は現金給付では子どものために使われる保証はない、それどころか、まあ、消費に回るかどうかすらわからない、まあ、政策効果のわからない現金支給という点では麻生内閣の定額給付金に非常によく似ている、こういうことを申し上げさせていただきました。鳩山総理のご答弁は、子どもの育ちを社会全体で応援するものだから理念が全然違う、こういうご答弁でありましたけれども、改めてお伺いをするんですが、この子ども手当と定額給付金というのは政策効果においてどういうふうに違うんですか、お尋ねを申し上げたいと思います。小宮山大臣。それは子ども手当は、次の時代の社会に担う子ども一人一人の育ちを社会全体で応援するという観点から支給をするものです。で、定額給付金については、景気後退下の住民の不安に対処するため住民への生活支援を行うことを目的とし、合わせて住民に広く給付することにより地域の経済対策に資する、このことを目的とされていますので、全くその、対象者も政策目的もことにしているというふうに思っています。それで、先ほどおっしゃった委員がおっしゃっていることからしますと、ぜひ新システムのことにですね、これは地方主体でやるわけですからご賛成をいただいて、そういう仕組みにしていただければと思いますし、別にこの、ね、年度末を乗り切るために何かをしているというのではなくて、子どもたちのためにしっかりいろんな政策を取りたいと思ってますので、ここは党派を超えてぜひ子どもたちのために積極的なご議論をいただきたいということをお願いしたいと思います。柿沢君。まあ、質問へのご答弁を使ってご要望をいただきましたので、まあ、それについてはしっかり重く受け止めさせていただきたいと思います。私が尋ねたのは目的じゃないんです。政策効果なんですよ。要するに、子ども手当の支給が一体現実にどういう政策的な効果をもたらしたのかということの効果測定をしなければいけないというふうに思うんですよ。今回、付則にですね、年少扶養控除の復活に向けた、規定が、盛り込まれましたけれども、やっぱりこういうこともですね、一体子ども手当の支給によって、何が、どういう効果がもたらされたのか、ここを測定して、そして、まあ、必ずしも期待に合致していない、そういうことであるとすれば、やはり全体的な見直しを行っていくべきだ。これがおそらく修正案提出者の、自民党さん、公明党さんの考え方ではないかというふうに思うんです。こうした、やはり、政策効果の測定というのを、
行うべきだと思いますが、質問残してしまいますけれども、ここの点については、ぜひ大臣のご答弁をいただいて終わりたいというふうに思います。小宮山大臣。これは23年6月に支給された子ども手当について、その使い道と使用金額に関する調査を行っています。一番多いのは子どもの教育費と、これが 46.4%、その次が子どもの生活費 30.4% など、子どものために使われている割合が大変多いという結果が出ております。柿田君。まあ、やっぱりどこが同床異夢なんだなと。ということを最後に何か確認させていただいたような気がしますが、時間も来ておりますので、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。